捕まりを持たせつつ捕まりすぎない、飛び系の中ではバランスのいい仕様になっているかなという印象です。ヤマハインプレスドライブスターヤン、ご紹介してきます。ヤマハのインプレスブランドはですね、前作は UD プラス2というブランドで展開してました。今回はですね、ドライブスターという新しいブランドで、まあ、リニューアルと言ったらいいでしょうか、全く新しく生まれ変わったと言ってもいいぐらいかなり大きな変化を見せています。一番変わったのはですね、形状ですね。まあ、アスリートモデルって言われても全く違和感のない非常に綺麗な形状をしています。綺麗な形状になったから、じゃあこう今までの飛び系じゃなくて操作性のものになったのかというふうにとらわれがちなんですけども、実際はそんなことはありません。飛距離性能をしっかりと継承しつつ、顔にこだわる方々、フィーリングにこだわる方々でも使ってもらえるように進化したのが今回のドライブスターになります。少しフェース面は大きめで面長なんですけれども、いわゆるフェース面がたわむエリアとですね、実際の重心点、それから打点っていうのがどうしても少しずつこう離れて、しまうことが多いんですね。アイアンの設計上、そのフェースのちょっと遠側に、こうバーというかですね、支える部分を作りまして、たわむ点を少しこう打点と、その重心点に近づけるようにして、設計されています。その打点、たわむ点、それから重心点が揃うとどうなるかっていうと、まあ、より効率よい初速の速い弾道が打ちやすくなると。さらにですね、フェース面の素材、ステンレスではあるんですけれども X37 という新しい素材を使ってまして、非常にこう弾き感のある軽やかな打感を味わえます。でどうしてもステンレスですので、正直何もない状態では多少硬い、こうソリッドな感触だと思うんですけれども、今回バッチをですね、しっかり前面にバックフェースに貼ってきまして、非常にこう柔らかいソフトな打感を味わえるようになってます。構えやすく、見た目で敬遠していたようなゴルファーをしっかり取り込みながら UD プラス2のユーザーを継承できるように、捕まり性能、飛距離性能っていうのをコントロールして作ってます。ヘッド自体はニュートラルよりちょっと捕まるかなぐらい、これはドライバーも同様です。飛距離性能は正直 UD プラス2と同等と言っていいと思います。まあ、通常のいわゆるニュートラルなアイアンと同じようなイメージで振るとですね、非常に狙ったところにピシッと出て自分ではびっくりするような距離が出るっていうような感じですね。まあ、正直7番って書いてあるので、7番に対して考える飛距離としては非常にやっぱり飛びすぎちゃうかなと思うんですね。スピン量も7番アイアンとして考えるとちょっと足りないよね、これだと狙えない、グリーンで止まんないかなというふうに考えてしまいがちだったんです。でもですね、まあ、よくよく考えてみると、まあ、大体7番で自分170とか180近く飛ぶんですけど、大体それで5000回転ちょっとぐらいのスピン量なんですよ。でそれって7番から見たら少ないんですけど、その180とか175飛ぶ飛距離からすると、まあ、十分グリーンを狙えるスピン量っていうのは確保しているのかなというふうに思うので、この番手数字にとらわれないで、実際に自分が打って飛んだ数字から逆算してデータを見ると、あ、全然使えるなっていう、まあ発想の転換じゃないですけど、まあ、そういうふうに考えられました。食わず嫌いではなく、ちょっと見方を変えて、こういったアイアンも見つめてみると、上級者にとってめちゃくちゃ楽なアイアンになるかもしれません。まあ、上級者だけじゃなく、当然UD プラス2の方々は純正シャフトで打っていただければ十分優しさを体感できますので、いい顔で優しく打ちたいなという方にももちろんおすすめです。非常に幅広いユーザーに使えるアイアンに仕上がっていると思います。